はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガスカーレットグレイス、では続きをやっていきましょう。では怪しい船ですね。約束通り船が待っているということで、まあ船の中に入っていきましょう。これでアスワカンへ渡れるかな。帝国金貨5枚だって。血を見るぞ。神聖共和国のやつらマジでやばいんだ。女性割引か。まあ別にこれにね、金の概念はないんで。マップ的にはちっちゃいね、ここも。テイとアスワカン、偉大なるテイとアスワカン、初めてよ、すごいって。何もないんじゃなかったのここ。え、アスワカン広いの。数十年前に訪れた時、あー、なんか復興している感じか。異様な雰囲気。とりあえずセーブか。帰りもこれに乗るのだろうか。帰りもぜひご利用を。考えておくわ。帰れん。まあ一個ずつ行きますか。南市場。あ、まあ基本的に鍛冶屋しかないか。いろいろ少なくなるね。まあ武器がいいんだけどね。ロングスピア、戦士の槍、運動性が下がるけどだいぶ強くなるな。戦士の槍にしようかな。よし、これにしよう。鍛冶屋ランクが上がった。あと下の方は、下の方より上の方になんかあるね。じゃあこっちを先に見ますか。カダ神殿とかさ、あれ神殿とか別に入れないんだけど。お、なんかまたか。ここでも出てくんの。どこにでもいるなこいつは。アスワカにまで現れるなんて。あれ、討伐隊か。南桟橋だ。まだ帰る時ではないわね。え、こっから帰るの。さっきの船乗るんじゃねえの。マリガン精神殿、こういう神殿には入れないね。大蛇と戦うつもりだろうか。バトルになるよ。でも橋が上がってるな。まあ、とりあえず無視をして、まあ無視をしようにも何にもない。いけない、そりゃいけないよな。え、なんで怪しい兵士と戦うね。あれは神聖共和国の兵士かしら。お、こいつか、マクシミアス。ウルビナ、なぜお前がここに。兄様が、シルミウムが大変なのです。シルミウムに何があったのだ。おい、今はそういうところではないぞ。皇帝の何これ、大ボコ。私たちの義務。
うお、なんだこいつらは。え、とりあえずダイヤがいないかな。ちょっと編成で、まあ、ウルキナ出すでしょ。ツーゴールも出すでしょ。オグニアナ入れておく、モンド入れておく、ネッサも入れておく。まあ、これでいいか。完全復活ウルピナ。その間にね、みんなもだいぶ強くなったからね。攻撃でこいつだな、1のやつらでなんとか倒していこう。おりゃいった、結構強い。いって殴られた。連撃発動。ほら、まあもうこれも、ちょっと待ってやっぱりね、ランクは上げていきたいよね。大黒弾、大木弾もね、1になってくれるとすげえ助かるんだけど。瞬速ギョー、まあこれは大してダメージにならない。まあ強撃で攻めるしかないよな。マインドステアもそりゃ1になったのか。脳削りだよな、やっぱり。脳削りと大木弾、これを1にしたい。おー、新作の矢さすがに速いな。てかこいつ強くね、普通に。スイングダウン使おう。よし、これでいこう。うわ、脳削りって、そっか、だいぶ後ろになるのか。スイングターン。お、弓を手に入れたけど、どうなの。超弓って普通に弱そう。お、なんだボーナス。どういうこと。うわー、ボス系が超いっぱいいるんだけど。まあ、これはきついだろう。パワーデビル防御してるね。数を減らしていくか。マインドステア、これでこいつ寝ないかな。ちょっとなんか防御してるから別のやつにしよう。狙い撃ちでこいつを狙っていくか。そうだ、いって結構食らう。ナイスガード。お前は寝てろ。ゲッ、効かない。これはそうすると D 狙いですか。これでもな、めっちゃ使うんだよね毒。なんかハテナハテナハテナになってるから、ちょっとこいつは狙おう。あー、防御か。ちょっと待って、ちょっと待って。こいつ狙って、こいつ狙って、こいつは間接攻撃で、脳削りやると
順番が崩れるからそうだな。おりゃおりゃ空気投げゴホワッとさじゃリターブ解除。さてこっからできれば B を倒したいけど防御してるね。じゃあこれちょっと毒にギュッ生の刈り取り使ってきたな。衝撃毒に待ってるお前は。よし毒オッケー、これで電撃発動。ふわっとおー、よくガードした。まずはちょっと瞬速の矢、これでリザーブを解除しよう。さあそこからもちろん連撃を狙っていく。脳削っていこう。瞬速の矢はいいね、めちゃくちゃ速くなる、名前の通り。おらげっインタラップされたんだけど、グーフォア。おし、ちょっとインタラクトさせたときは危なかったけど、関節攻撃じゃダメなのそういうのもあんの。起きろルピナ、よっしゃっと。おお、虹の結晶9個すげえ手に入れたよ。っていうかさ、ダイジャはまだ戦ってないよね。父上、こいつまだいるのか。普通にまだいるのハードだし、しかもまあメンツ的には別にこれでいいでしょ。まだこいついんの、この辺だとデビルみたいなやつ。そうするとまあ D を倒してまずは連撃を発動させると、うん、フォチョーは偉大。どうだ、悪くない。そしてこいつに連絡できた。いってー、やっぱり斧強えな。さてここからはどうしようかな。まずこの毒にしよう。こいつがハテナハテナハテナになってるな。影縫いダメージなしだからな。やっぱ瞬速なんで速攻で、交流波だな。で、こいつ倒せないかね。これで倒せればまた連撃が発動するけど、さすがに2回じゃ無理だな。瞬速のやな。リターン解除。お、デタラメよ。すげえどんだけだ。カブト割り、防御が下がりそう。ガードまあ倒せるやつを倒すか。
攻略。毒にならない、ならない。どうしようかな。バンドライズいくつ使うんだっけ。ほほほ、ほぼなくなるな。じゃあこいつ眠らせておこう。困った時のバンドライズ、ほらほら倒せるっしょ。いやマジ強い。寝てろお前は。こいつ効かないね。状態異常が効かないのか。ちょっとまずは瞬足の親で、まあこれでいいでしょう。ほらリザーブ解除。てかヒットポイント高っけえな。まあこのまま普通にあとはタコ殴りにすればいいと思うけど、ちょっと待って、こういう時はスイングダウンも使っていこう。星をねいっぱい使うやつ。スイングダウン。こいつもなんか一応ボスキャラだったのか。まあ確かにちょっとは強かったからな。よーし、体験スキルアップした。さらにもう一戦。インタラプト技を発動。発生できなくなったってことね。なるほど。やはりそういうのを駆使していかないとダメなのかな。あ、こいつか。もういきなりお供がいるね。そうすると全員攻撃してくるな。こいつ倒すとあれだかんな。やっぱ毒だな。毒、基本は毒。一発殴って毒になれ。よし、いいね。中ヘル。で後ろの B を倒そう。まあ高速好きの先行好きでいいか。はい、資金。大木弾。いや、実は出航。毒。ヒットポイントが高い。毒が治った。だがここはちょっと C を片付ける。防御か。防御ね。なんか防御されるとどうなの？資源弾とか絶対無理だし、まれに即死とかさ。あんなこと二度と起こらないし。ポイズンブレスか。またなんかめんどくさそうなの打ってきそうだな。スイングでも打っとく。衝撃。でもまあ結構当たるね、防御してても。毒に慣れならない。スイング。スイングが弱いな。いいねー。え、何者かの支援攻撃。おー、なんだこれは。あ、なんだ。
俺たちか敵かと思った。これはもうちょっとまたバンドライズを使っていこう。行動不能。大木弾。さらにさらに脳削りだな。何よりも状態異常になってくれたのがいいな。バンダナイズドリャー。痛い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 。よし、毒は治った。まあ、2のやつを中心に使っていくか。毒にすっか。影縫いとかはだしな。ちょっと脳削り。あと1残ってんね。じゃあ強撃でいいか。おりゃ毒になれ。まあなんなくてもいいけど。脳削り。え、まだ生きてんの。じゃあこっちまたバンドライズで決めよう。これで OK でしょう。使えるときに使って、なんかスキルレベル的なのを上げていかなくては。ほら。決まった。いや、かなり連戦だったな。土の結晶めっちゃ増えたんじゃん。お、いいね。毛皮。あ、父上がいない。土の結晶25個手に入れた。お、これはまたいっぱい手に入れられるパターンだな。何？軍隊もどっかいなくなってしまった。ただこっちへ進めるようになってるからな。あれ？こっちさ、行ったところでさ、なんもなくね？なんか別のところ？だってこれはいけないでしょ。お、なんかいる。エリセド、あの女性はもしかして。エリセド姉様、大地の蛇との戦いを支援してくれたのは姉様だったの？おお、ありがたい。兄様が、兄様が、アントニウス様に何かあったよね？あ、捕らえられているの？なるほど、冷静だな。シルミウムに戻ってみよう。おお、なるほどね。さよならウルピナ。え、ありがとう、さよならとか。一緒に来てくれ。え、これ何？困らせてごめんなさい。じゃあ帰るってことも。ここら辺の神殿はいけないね。こっから帰るわけじゃないでしょ。あれ？お前何？なんかくれんの？あれ？あなたと行くわって。おお、仲間になった。やった。陣形マジカルシャワー、得意武器杖。お、こいつ術じゃん。テスト機会渡れるかな？これ何なの？
大矛話がトントン拍子に進んでいくな。大人だねこいつらは。あ、これでこっちに渡ったと。っていうかさ、船使わなかったしまああいつは金をねぼったくられるからね。ああ、こいつらが奪っていったんだ。またセーブか。はい、というところで、じゃあ、アスワカンで、まあ、謎の矛だかな、なんか土だか、よくわかんないけど、奪われたみたいなんで、とりあえず、シルミウムに戻りましょう、というところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。